トラブル回避のプロ。平野章のスキャンダルゼロの秘密。健全な男性アイドル平野翔、外見より性格重視の恋愛哲学。アイドル界の中で際立つ存在として知られる平野翔、彼の持つカリスマ性やその健康的な魅力、さらにはプロとしての意識の高さから、多くのファンが彼に魅了されています。しかし、平野翔にはいくつかの興味深い側面があり、 それが彼の人間らしさをより一層引き立てています。平野翔は外見に頼らず、性格を重視するという恋愛観を持っています。これは、多くのファンにとって新鮮であり、彼の魅力を一層引き立てる要因となっています。平野は、自身の恋愛スイッチがなかなか起動しないと語り、簡単に口説ける人物ではないことを明言しています。この姿勢は、彼が単なるアイドルではなく、 一人の人間として真剣に物事に取り組んでいる証と言えるでしょう。また、平野には特定の女性の行動に対する魅力を感じる一面があります。彼は、女性が露出度の高い服を着ると嬉しいと感じる一方で、嫉妬深い性格も持ち合わせており、パートナーが他の男性から注目されないことを望んでいます。このような一面は、彼の若さと健康的な魅力を象徴しており、 ファンからすると彼の人間らしさを感じられる部分です。さらに、平野は小麦アレルギーを持っており、特に疲れている時やストレスを感じている時は、小麦ベースの食品を避けることで対処しています。このアレルギーは彼の食生活に大きな影響を与えており、彼の周囲の人々はそのことを理解し、気を配る必要があります。このような健康上の制約も、彼のプロとしての一面を強調しています。 また、平野は一人でいるのが嫌いで、友人の岸優太と神宮寺優太に依存している面があります。彼のこの依存は、彼が友人たちとの絆を大切にしている証であり、ファンから見ると彼の温かい人間性が垣間見える部分です。しかし、この依存が彼をより近づきにくい存在にしていることも事実であり、女性たちが彼に近づくためには友人たちから引き離す戦略が考えられています。 平野の愛情を勝ち取るためには、露出度の高い服を着たり、彼の食事に気を配ったり、さらには友人たちから引き離そうとする戦術が提案されています。これらの戦術はユーモラスに提案されていますが、実際には彼の人間性を理解し、尊重することが最も重要です。プロのアーティストとして、平野はトラブルやスキャンダルを避けることに注意を払っています。 彼の近くには常に騎士や神宮寺がいて、彼を守り支えています。このような関係性は、彼の安心感を高め、リラックスして楽しむことができる環境を提供しています。ファンから見ると、彼らの絆は非常に強く、信頼できるものとして映っています。平野翔の魅力は、ただ単に外見やパフォーマンスだけではなく、彼の人間性やプロ意識にもあります。 彼は健全な男性であり、その健全さが彼の魅力を一層引き立てています。彼のプロ意識の高さは、彼がいかに真剣に仕事に取り組んでいるかを示しています。騎士や神宮寺との関係性も、彼の人間性を理解するための重要な要素です。ファンにとって、平野翔はただのアイドルではなく、一人の人間として魅力的な存在です。彼の恋愛観や健康に対する意識、 友人との絆など彼の人間性を深く理解することで彼の魅力をより一層感じることができますこれからも彼の活躍を楽しみにしつつ彼の人間性を尊重し応援していきたいものです一昔前のアイドルとは異なり現在のアイドルは飾らない姿を見せることでファンとの距離を縮めています平野もその例外ではなく健全な男性としての一面を隠すことなく見せてくれます このような姿勢は、ファンにとって安心感を与え、彼をより身近に感じさせます。平野の恋愛観についてさらに掘り下げると、彼がどのようにしてパートナーを選ぶのか、そして彼の理想の関係はどのようなものかが見えてきます。彼は、外見よりも性格を重視するため、見た目にとらわれず、内面の美しさを重視する傾向があります。このような姿勢は、 彼がいかに真剣に人間関係を築こうとしているかを示しています。また、彼の小麦アレルギーについても考慮する必要があります。彼が疲れている時やストレスを感じている時は、特にこのアレルギーが悪化する可能性があり、周囲の人々はそのことを理解し、サポートする必要があります。このような健康上の問題も、彼の生活に大きな影響を与えており、 彼のプロとしての意識の高さを強調しています。さらに、彼の友人との絆についても触れておくべきです。平野は元優太と神宮寺優太と非常に親しい関係を築いており、彼らとの絆が彼の安心感を高めています。このような関係性は、彼が一人でいることを嫌い、常に誰かと一緒にいたいと感じる理由でもあります。このような友情は、 彼の人間性を理解するための重要な要素です。ファンにとって、平野翔は単なるアイドルではなく、一人の人間として魅力的な存在です。彼の恋愛観、健康に対する意識、友人との絆など、彼の人間性を深く理解することで、彼の魅力をより一層感じることができます。これからも彼の活躍を楽しみにしつつ、彼の人間性を尊重し、応援していきたいものです。 平野翔の魅力は、その多面的な人間性にあります。彼の恋愛観や健康に対する意識、友人との絆など、彼の持つ多くの側面を理解することで、彼の真の魅力を感じることができます。彼はプロとしての意識が高く、トラブルやスキャンダルを避けるために努力しています。また、彼の友人との絆も非常に強く、彼の安心感を高める要因となっています。 このような平野の姿勢は、ファンにとって非常に魅力的であり、彼の人間性を尊重することが重要です。彼の恋愛観については、外見よりも性格を重視する姿勢が強調されています。彼は簡単にくどける人物ではなく、真剣に人間関係を築こうとする姿勢が見受けられます。また、彼の小麦アレルギーについても触れておくべきです。 彼が疲れている時やストレスを感じている時は、特にこのアレルギーが悪化する可能性があり、周囲の人々はそのことを理解し、サポートする必要があります。このような健康上の問題も、彼の生活に大きな影響を与えており、彼のプロとしての意識の高さを強調しています。さらに、彼の友人との絆についても重要です。 平野は元優太と神宮寺・ユ太タと非常に親しい関係を築いており、彼らとの絆が彼の安心感を高めています。このような関係性は、彼が一人でいることを嫌い、常に誰かと一緒にいたいと感じる理由でもあります。このような友情は、彼の人間性を理解するための重要な要素です。ファンにとって、平野翔は単なるアイドルではなく、一人の、 人間として魅力的な存在です。彼の恋愛観、健康に対する意識、友人との絆など、彼の人間性を深く理解することで、彼の魅力をより一層感じることができます。これからも彼の活躍を楽しみにしつつ、彼の人間性を尊重し、応援していきたいものです。平野翔の魅力は、その多面的な人間性にあります。彼の恋愛観や健康に対する意識、 友人との絆など彼はプロとしての意識が高くトラブルやスキャンダルを避けるために努力していますまた彼の友人との絆も非常に強く彼の安心感を高める要因となっていますこのような平野の姿勢はファンにとって非常に魅力的であり彼の人間性を尊重することが重要です 彼の恋愛観については、外見よりも性格を重視する姿勢が強調されています。彼は簡単に口説ける人物ではなく、真剣に人間関係を築こうとする姿勢が見受けられます。また、彼の小麦アレルギーについても触れておくべきです。彼が疲れている時やストレスを感じている時は、特にこのアレルギーが悪化する可能性があり、周囲の人々はそのことを理解し、サポートする必要があります。 このような健康上の問題も、彼の生活に大きな影響を与えており、彼のプロとしての意識の高さを強調しています。